こんにちは、バブルビーです。いかがお過ごしでしょうか？この番組は日本各地からのゲストにオンラインで出演していただき、今どうしてますかとお聞きするステイホーム型オンラインラジオ、バブルビーの友達ズームインです。本日のゲストは、上海ブラスバンド指揮者、会社員、上海在住の五十嵐秀和さんです。どうもこんにちは。こんにちは、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。大変ご無沙汰しております。お疲れ様です。はい。はい。五十嵐さんと知り合ったのはまだ五十嵐さんが日本にいる頃、福井県のね。そうですよね。はい。で、まあ、音楽やっていらっしゃって、そこでイベントをですね、はい、福井県で開催した頃に自分が、呼ばれて行って、初めてお会いしたっていうのがもう十何年前でしょう。15、16年前でしょうかね。20年近く前ですね。ですよね。はい。はい。それから五十嵐さんはもう仕事で上海に中国にね、移られて。そうです。いつぐらいに中国に移られたんですか？はい。2010年の4月ですね。あ、じゃあもうちょうど10年目。ちょうど10年目です。あ、11年目に入ったところですね。あー。日常はだからもう中国語なんですか？日本語ですね。上海はほとんど日本語 OK なんで。へぇー。あんまり、スーとかね、ちょっと買い物するときの簡単な単語だけで生活できちゃうので。うん、はいはい。まあ、鉄板のネタなんですけど、キップトン、カンダトンって言えば大体中国人が笑って、うん、聞こえないけど読めるよとかって言うと、大体こう笑ってそれでこう、コミュニケーション取れる感じで過ごしてます。なるほど。じゃあ、はい、中国語を勉強するわけでもなくっていう。まあ、ちょこちょこと。ちょこちょこと。ええ。じゃあ、この10年ずっと上海を見てきて、上海っていう街はどうですか？変わりましたか？だいぶ変わりましたね。おお、どうなりました？いや、まあ、地下鉄がすごい伸びました。で、周辺のね、こう、まあ、いわゆる上海市街と言われてる部分からもどんどん人の流入が始まっているのと、もう、あとはもうやっぱりこう、なんとか、デストロイ&ビルドというか、もうとにかく汚い建物全部潰してね、高層ビルに変えたりとか、もうとにかくちょっと、一週間見ないだけでこの店潰れてるとかザラなんで。結構激しい街ですね。激しいですね。わけがわからない部分も結構ありますよね、それって。そうなんですよ。だからアプリで一回調べてから行かないと料理屋とか潰れてるとかザラなんで。うわぁ、すごいなぁ。まあ、だからそれはその街が発展する途中っていうか、まだまだ途上の部分がいっぱいあるというところなんでしょうかね。そうですね。まだまだ伸びると思うんですよ。内需的な部分は。生活していく上で困ることってあったりするんですか？いや、もう物価が10年前に比べてダダ上がりなんでね。なるほど。昔肉まんがね、0.8 元。はい。約80円ぐらいだったんですけど、まあ、円に換算するとそうなんですけど、はい。まあ、今だいたい肉まんがだいたい 1.5 元から2元で、ね、もう値段がどんと上がっていってますんで、うん。まあだから、はっきり言って食費がね、約 1.5 倍から2倍ってなると、やっぱ、ね、普通の一般市民とかはかなり影響を受けてるはずなんですよね。結構きついですね、それ。そんだけ上がると。で、年間だいたい 5% ずつ給料上がってるはずなんですよ、中国人は。はい、はい、はい。法律上。うん。ですけど、それ以上にちょっと物価の上がり方がちょっと急なんで、そこら辺はちょっと影響を受けてるんじゃないかなと思います。なるほど。で、まあ、今、中国、武漢から始まったこのコロナですけども、はい、当然、その、上海も、まあ、ご多分に漏れず、その中にいる五十嵐さんも、はい、まあ、その、上海に住んでるわけですから、はい、影響ってどこに出てますか？いや、もう、全部出ましたね。全部出ましたか。至るところ全部出ました。プロフィールにある通り、上海ブラスバンドっていうブラスバンドの指揮者をやられてるわけですよね。はい。はい。はい、アマチュア団体ですけれども、そこで指揮と打楽器を担当してます。はい。はい。そして同時に会社員もやられてるということですけども、ええー。その影響は両方出てますか？はい、もう、両方ともですね。じゃあ、まずブラスバンドの方はどのような影響になりました？まあ、簡単に申し上げると、その、20人以上の集会が、ね、もう条例で NG になってるので、集まれないんです。
っていうのと、あと練習場が3、まあ、日本的に言うと3密になるので使えない。うん。あとその練習場に入ることすらできない。おお。もう入り口で、検温と、実名表記を全部書かなきゃいけないんですけれども、うん、まあ、我々ちょっと特殊なところをお借りとか してたのもあって、まずそこに入れない。うん。ということで、今、まあ、完全に1月のその、まあ、旧正月ですね。旧正月からこの3ヶ月間、練習中止ということで、学校を眺める毎日です。なるほど。6月末に本当は演奏会をする予定だったんですけれども、それをもう中止にしまして、はい、12月にそのままスライドさせる予定でいますが、それもちょっとまだね、はっきりとできるかどうかもまだわからない状況ですので。まあ、確かにブラスバンドってこれみんなが集まって演奏してなんぼのもんなんで、どうやってもね、そうですね。ね、3密になってしまうっていうことですよね。大体50人ぐらい集まるんですよ。はいはいはい、多いな。ですから、それを考えるとちょっともう50人集めれないよねっていう。うん。なりますよね。完全に練習中止で過ごしてます。あ、そのお仕事の方はいかがですか？そうですね、リアルにちょっと震えたのは、はい。うちのスタッフ一人、武漢の北側のシャンヤンという町出身がいるんですよ。うん、はい。で、春節の前日にこう、有給を取って帰ったんですけども、新幹線乗ってて、10時に武漢に着いたらそこでロックダウンが始まって、お新幹線から出れなくなったと連絡があって、うわ。その後、1日連絡取れなかったんですよ、その子。うわ、どうバッテリーも切れちゃったのか。うん。で、1日後に無事家に着きましたと連絡が入ったんですけれども、うん。まあ、もう全く、ね、シャンヤンというその街も湖南省なので、もうロックダウンの対象で、うん。もう一歩も家から出れないと。で、ね、普通の人だったらそのままこう、会社辞めますとかっていうふうなことも言うんですけど、その子ちょっとね、彼氏と犬と同棲してるんで、うん。何でも上海に帰ってきたいと。うん。いうことで、早々にリモートワークができないかというふうなことで申請を出して、うん、その子はちょっと、どちらか デジタルデータを扱うのが中心だったので、うん、もう早々にね、リモートワークが認められてたんですけれども、うんうん、まあちょっと帰ってこれないっていう人間とかも多かったのと、うん、春節が1週間伸びたんですね。はいはいはい。で、その1週間伸びたんで、俺もラッキーとかと思ってね、どっか海外に出ようと思ったんですよ。うん。ちょっと能天気に、その時はいたんで。うん。うん、そしたらね、まあ、犬飼ってるんですけど、ペットホテルがどこも NG になってしまったと。ペットホテル？うん。逆に帰ってこれない人たちが延長というふうに言われたんで、空きがないと。うん。空きかどうかはわからないので預かれないっていうような言い方をされるんですけど、それで結局そのもう、引きこもり、2週間引きこもることを決めて、うん。上海でずっと本当に、文字通り引きこもってました。全く外に出ずにっていう。それはいつぐらいですか？そうですね。何月のぐらいですか？1月末ですね。1月の24日から、はい、2月の9日まで完全に引き抜きました。まだまだ日本ではそのね、ウイルスの話なんかまだまだ盛り上がってない頃ですよね。そうですね。ですからその時はね、ただなんていうか、日本側はこう、怖いね、怖いねぐらいの話しかしてないんですよね。うん。ただ、うん、中国からはその、今来る恐怖みたいな形で、本当に全員引きこもってて。まあ、政府の通達もあるんですけども、各、おのおのがこう、怖がっていたと。うん。ですから、その、怖がっている状況で、こう、まあ、当然マスクをして、こう、外出、ちょっとしているんですけれども、うん、誰も歩いてないんですよね。うん、有名な観光地も。うん。ですから、いつもだったらこう、人で溢れる、街、うん、地下鉄がもう本当にこう、一車両一人しか乗っていないとか、うんうん、そういう状況を見て、ちょっとこれは本当にやばいぞと、はい、いうことで引きこもりに完全に変えました。ちょっと最初の方に浮かれてたんですけれどもね。そうすると、こう、どんどん、死者とかもね、こう、発表されていくのが、うん、これが本当ならやばいなと。そう、はいはいはい。うん、結構な人数の死者も出てますもんね、中国でも。そうですね、やっぱり武漢が一番すごいですね。で、やっぱりこう、中国もね、アメリカ合衆国みたいな感じで、各省でね、それぞれ条例があって、こう、政府が、ね、
してるんで、各層をこう国として逆に細かく割ってみると、意外と例えば上海とか、大きいところ、北京とかあっちの方以外は結構パーセンテージ低いんですよ。日本と変わらないぐらいかな。はい、どちらか、はい、なんですけれども、やっぱりこう、抑え込みというのでね、かなり厳しい、渡航中止とか、ね、そういうのをどんどん、行ったことによって、ね、国内は収まってきたと。なんで、2月9日までいられるからってことで、日本に帰った人とかが、こう、はい、3月に帰ろうと。もうビザが出ないんです、今。あ、もう、外出るなってことですね、中国から。で、中に入れない。中に入れない。ですから、飛行機で飛んできても、中国人以外は今中に入れない状況なんですよ。がっつりとそれをやってるので、まあ、それでちょこちょこと入ってきた人間が、空港で、陽性反応が出て捕まってると。キャッチアップできてるのは全部ほぼほぼ空港ですね。もう内部から出るっていうのはね、今ちょっとかなり減ってるんで、まあ、政策としてはまあ、正しいんじゃないかなと思うんです。まあ、もちろん批判はね、いろいろ他の県、国からは言われてますけれども、やることはある程度やったし、こう、あまり今ね、強く押し付けすぎるのはやっぱり国としてできないっていうのは、まあ、日本も一緒だと思うんですよ。日本もやっぱりこう、ね、今いろいろ言われてますけど、僕はまあ、そこそこ頑張ってる方だろうなと思うんですよ。もう本当にやっぱ法律の中でね、こうできることをこうやってると。ただ、中国人はまあ、国とか政府のね、通達以上に恐れていたのは事実なので。恐れていた。なので、もう完全にコロナ恐れてましたね。ああ、なるほど。もう本当にこうビビって絶対に外に出ないとか、もう、あれですね、爪楊枝持ち歩いて、エレベーターを爪楊枝で刺すとか、ボタン。ニュースで見ましたね、それ。とかもう、本当にこう、買い物は、防護服で買い物来てる人いましたからね、3M の。ああ、すごい。へえ、やっぱりそこまでこう、怖がっていったっていうのが、こう、数字上に現れてるんじゃないかなというふうにはちょっと思います。で、まあ、そのロックダウンで一番ピークの時って、やっぱりこう、誰も外出てない。はい。その、街の風景も、五十嵐さんはやっぱり見てないって感じですか、完全に引きこもっていない。いや、見てます、見てます。買い物は必要なんで。買い物はどうでしたか？スーパーとかコンビニみたいなところは。意外とね、まあ、っていうか、そもそもなんですけれども、日本のテレビで、ね、見てください、この上海、ゴーストタウンですとかってやるんですけれども、そもそも、春節期間はゴーストタウンなんです。なるほど。上海は。もともとそれは毎年そうなので、あまりこう、意味がないんですね。で、春節はもうみんな家に帰って、こう、ね、もう昔の日本みたいにね、正月三が日はね、スーパーやってないみたいな感覚なので、どこもやることがないんでね、そこを移してね、コロナのせいでゴーストタウンだってわけではなかったので。なるほど。ただやっているところはあるんですよ。うん。で、春節の途中でちょっと厳しくなって、飲食販売許可があるところしか、ね、店が開けられないっていうことで、まあ、おかげさまでバコさんわかると思うんですけど、アピタ。アピタ。アピタの上海店はね、食料品店のみ取り扱うというふうなことで、もう、連日営業してましたけど、それも、6時まで、夕方6時までの営業でしたし、もう入るときには、確実に検温をね、義務付けられて、あとね、ダイソーはやってました。ダイソーやってた。まだ生活必需品みたいな括りなんですかね。いや、違うんですよ。ダイソーね、食料品扱ってるんで営業できたんですよ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。カップラーメンとかそういうのがちょこっとあるんで。はいはいはい。だから、そういうのがないダイソーは多分ダメだったんでしょうけど。営業許可がとにかく食料品が入っていれば営業できるっていうふうなことで。なので、こう、地元民がやってる果物屋さんとかそういうのは、営業してましたね。みんなマスクつけて。飲食店はどうですか、普通のレストランとか居酒屋とか、そういうところは。きちんとね、消毒をして、ね、全員、検査というか、まあ、検温とかそういうのをするっていうのを徹底することで、こう、営業許可が出てったみたいです。なんですけど、田舎に帰って、電車が動いてないんで帰ってこれないんですよね。ロックダウンの影響で。なので、スタッフが帰ってこれないので、こう、営業できないっていう人が多かったですね。なるほどね。
結構出てますね、中国で。で、そのロッカーの外出ることの罰則とかってあるんですか、中国って。もうそもそも新幹線乗るときにパスポートとかいるんですよ。はい、はい。で、国民一人一人、身分証明書があるので、それを持っていなければ出れないので。あー、なるほど。地下鉄とかそういうのはね、乗れるんですけれども、外に出る便は全部アウトなんですよ。もうその一人一人のその ID カードの時点でダメっていう風になってしまうと、自動的に。もうそもそも顔認証で全部の街に、交差点に、うん、カメラがあるんで、どこ行ったかバレてるみたいなんですよね。まあだから、ふらふらとね、どっか遊びに行こうとすると、ね、もし陽性反応が出たら、お前どこどこに行って、どこどこに行ってね、どこどこのお姉ちゃんと飲んでたんだろうみたいなのバレちゃうんで。全部トラッキングされてるんですね、だからその情報が。もうトラッキングされてます。すごい。空港入った時点からずっと続いてると思うんで、全員。僕ね、中国、今年、去年か、行ったんですよ、仕事で。でその時にね、本当街中にカメラがいっぱいあったのと、はい、あとね、はい、道路、車でもね、そのナンバーをすごい撮ってますよね。なんかピカッとこうするじゃないですか、オービスみたいに。すんげえフラッシュがいっぱいあって。監視しまくってますよね、車も。もう完全にそうですよ。時間帯によって通っていいナンバーとかが決められてますから。ああ、なんかそれは混雑防止のためにこう偶数奇数で分かれるってやつでしたね。そうです。はい、で、それでこう、罰金は後で請求されるんですよ。怖っ。車ごとに。うわ、怖っ。すごい社会ですね。だから いわゆる車検を取るときに、罰金も一緒に払わなきゃいけないから。うわ。一緒に来るんですよ。税金と一緒に、罰金の請求も。一緒に来ると。で、さらに罰金ポイント、罰則のポイント、免許の。うん。人数で割れるんですよ。どういうこと？人数で割れるって。結局ね、車用車とかでみんな乗ってるじゃないですか。はいはい。だからこう、車検取るときに、おい、お前らのね、ちょっと稼いって言って、うんうんうん、10ポイントマイナスだったら10人集めれば各自1ポイントずつ引いてもらうように交渉できるんですよ。よくわからん割り勘システム。嫌な割り勘。そう。さらにね、その罰金払うところでね、おっちゃんがね、1ポイント100元とかで売ってるんですよ。何それ。ユニットショーでこう1ポイント買わないみたいな感じで、足りない人はそこで買ったりするんです。買えるんだ、それ。買えちゃうんですよ。どういうことでしょうかね。まあ、車に紐付いてるんでね、全部。不思議なんですけどね。不思議ですね。ねえ。で、まあ、ずっと五十嵐さんとしては、仕事も在宅になってたわけですよね。はい、ね、僕ちょっと在宅できないような業種なんで。あ、そうなんですか。うん。その代わりね、はい、もう、3密を避けるために、はい。もう、ちっちゃい部屋を用意して、うん。そこでずっと仕事してるような感じですね。あ、そうなんですね。うん。なるほど。じゃあ、ロックダウンの時もずっとその、会社に行っていたっていう感じですね。行ってます。はい。はい。で、今、中国も、まあ、台湾とか香港も含めて、感染者数がゼロっていう日が、はい、まあ、この5月上旬ぐらいから続いていると言ってて、結構、はい、雪解けムードとかね、その自粛がそろそろ終わるんじゃないかムードっていうのが新聞では報じられてるんですけど、現地の雰囲気はどうですか？現在。もう、完全に溶けてますね。完全溶けてる。うん。雰囲気的には。うん。まあ、実はちょっと昨日、うん、観光地ちょっと、見てきたんですけれども、はい。人でごった返してますね。でもそれって20人以上集まっちゃいけないっていう法律はまだあるのに、法令まだあるのにですか？全員個人ですから。あ、個人だ。人団体じゃなくて。個人で勝手に一箇所集まるんだったら別に誰も止めようがないと。いう。止めれないんですよね。で、観光地にギャーンって集まってきているという感じなんですね。そう。なるほど。まあ、でも、みんなマスクしてます。みんなマスクしてる。あれですか？みんなマスクしてる。マスクしてる以外は、もうそのコロナ以前の雰囲気に戻ったっていうような感じでしょうかね。そうですね。飲食店もほぼほぼ復活してますし、通常の商店とかももう営業してますから、ちょっとね、入り口でその検温のサーモグラフィーとかがあるとか、うん、
そういうの以外は大体普通に戻りつつありますね。まだでもそのサーモグラフィーあるんですね。その、そうなってても。あります、あります。あと、ちょっとした、やっぱりこう、新幹線で降り立った、別の層に行った時には、その入り口でその、QR コード見せなきゃいけないんですよ。自分の健康状態の。なんで、スマホ必須で、スマホにその、QR コードを表示して見せるとか、そういう点ちょっと厳しいですね。やっぱり日本と違って、その個人個人の管理っていうのはすごいですね、中国は。やっぱりね、怖いんですよ。やっぱりこう、私、健康意識というか、やっぱりね、普段本当にこう、簡単に死んじゃうような、ね、国なんで、やっぱりこう、自分の身を守りたいみたいな、そういうふうな意識は強いんだと思うんですよ。だからこう、未知のウイルスだから、何をしたら防げるのかみたいな、ね。それで、まあ、マスクだっていうことでマスク、やっぱり殺到しましたし、ね、こう消毒液ったら消毒液ですし、そういうふうな、こう、そういう部分ではもう、正しく恐れてこう、引きこもったのが今の結果なんじゃないかなと思うんですよ。自粛という甘い言葉じゃなかったのもあって。だ日本のニュースとかを見ていては、日本ちょっと甘いって思うとこありますか？政府よりも個人が甘いですね。なるほど。まあ、今まさに、そのね、緊急事態宣言が今日本では出てる途中で、みんな家にいろみたいなことになってますけども、その甘い個人ってどういう行動をしてる人らですかね？やっぱり、自分が感染者かもしれないという、はい。思いでこう、ね、外出を控える、ね、マスクをする、本当に不要不急、ね、買い物、自分が必要なもの以外はやっぱりこう家にいるっていうふうな、もう本当にこう政府が言ってることをきちんとみんなが守るだけで、あると思うんですよ。で、仕事はね、どうしようもないとかそういうパターンもあると思うんですけれども、そういうふうに出なくていい人が一人でも減れば、ね、感染率はもっとぐっと抑えられると思うんですよ。もう、街に人っ子一人いないっていうのは難しいと思うんですよ。ただ、こう、きちんとね、対策をした人であれば、出てもいいと思いますし、このパーセンテージがね、5% 落ちるだけでかなり変わっていくんじゃないかなと思います。なるほど。だからちょっと日本人がそういうフリーダムなところがあるっていうのが、まあ、中国から見た感じっていうところでしょうかね。ちょっとね、自由すぎるんじゃないの？自由すぎるって。いつまで経っても終わんねえぞって、ね。まあ、自由の国だって。まあ日本はその国がその国民をビシッと管理するようななんか仕組みがないですからね、中国みたいに。ID カードだとか。そうですね、もう。国民がそれをね、良しとして、こういう法律になったんだっていうんであれば、やっぱり、個人がね、きちんとその、ね、今果たすべきだと思うんですよ。そうですね。はい。ありがとうございます。で、まあ、最後の質問に移りますけども、コロナが終わって、まあ、中国も終わってるとして、で、20人で集まっちゃダメみたいな、そういうコロナに関係する制限がなくなったときに、一番最初にやりたいことっていうのは何でしょう？羊を買って食べたいですね。何を買って？羊を買って食べる。それも1頭、丸焼きで。はい。いや、毎年ね、はい、1、2回やってるんですけれども、はい、20人以上いないと食い切れないんですよ、1頭。なるほど。で、日本人ばかり20人こうっていうのが、まず、はい、店が予約受け付けてくれないんで、20人以上は。なんでね、もうこれ終わったらちょっと20人以上声かけて、30人ぐらいでね、1頭食いつきたいよ、しないなっていうのが。羊バーベキューをやりたいと。そうです、ね。しっかり、はい、続婚やりたいですね。続婚バーベキューですね、これね。はい、続婚ですよ。続婚バーベキューですね。はい。僕らの続婚バーベキューっていう曲のね、途中で BBQ っていうのはこの五十嵐さんの声ですからね。途中で。俺の声です、はい。そうなんですよ。だからよく聞いてくださいね。BBQ って、はい、途中で入ってる声がこの方の声ですからね。私です。はい。そうでございます。まだ福井時代です。はい。ということで今日はですね、上海在住の、上海ブラスバンド指揮者、そして会社員の五十嵐秀和さんにお越しいただきました。なんか五十嵐さんの公式ツイッター、皆さんが
見るようなアカウントとかってあったりしますか？ YouTube 動画。あ、上海ブラスバンドの URL を。はい。ここら辺に。わかりました。じゃあ、上海ブラスバンドの URL、後で後ほど送ってもらって、僕 YouTube の方にこう、載せておきますので、皆さんぜひチェックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ということで、本日のゲストは、五十嵐秀和さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。